ではまずはホーム北九州のスターティングメンバー予想フォーメーションです。ゴールキーパー田中優也はプロ初の公式戦デビューということになります。センターバックは村松と生駒、右ムサカは今シーズン初めてサイドバックでのスタメンと予想しました。左福森は期限付き席、大分からこの北九州に帰ってきた選手。ダブルボランチ西村と針ヶ谷、そして右荒垣、左椿は横浜 F マリノスから期限付き席、こちらも帰ってきた選手。ワントップ佐藤亮、トップ下高橋大吾です。ゴールキーパー猪瀬、センターバック知念にリオンジ、そして左上原慎也、右金井隆はこの3週間の中断期間中に甲府から完全移籍。ダブルボランチ富所と風間兄弟、兄風間幸喜はこの北九州でも3年間プレーしました。右弟風間幸也、左が清武、ワントップ阿部、トップ下中川です。そして北九州最初のコーナーキック、キッカーは針ヶ谷、インスイングのボール、低いボールを選択、シュートはどうか、佐藤亮当たっていればというところではありますが、再び同じサイドからコーナーキック、先ほどはニア速いボール、今度はどうか、中央へヘッド、決まった、西村のヘディング、西村プロ初ゴール、3週間ぶりのリーグ戦再開、まずは先制北九州でした。1本目、ニアのニアで佐藤選手を見せておきながら、2本目はですね、もう一個山越えたようなところで勝負してきましたけども、うまくこのストーンの脇をついた針ヶ谷選手のキックというのは正確でしたし、ムサカを収めた荒垣はドリブラー、バルト浮かせた椿、ヘディング、決定的なシーンではありました。左足からのアリクロス、インスイングでゴールに吸い込まれるような流れがあるんですけど、高さ、コース、スピード感抜群ですね。風間幸喜、富所、風間幸也、自分で行こうとする阿部、収めて、さあどうか、田中優也出ました、田中優也体を張りました、阿部のファール、清武に対して生駒が寄せました、中央武田から風間幸也、右に振ります、富所、中5人入っています、高いボール上げた、風間幸也シュート、クロスバー叩く、もう一度ヘッドで押し込んでいこうとした、最後は武田、決まっていれば J 初ゴールというところ、今のシーンです。そうですね、ここやはり背後で押し込んだところから一つマイナス、そして逆サイド、さあ奪った上原慎也、つなぐ阿部、長身上原、中に入っていく武田、預けた風間幸也、シュートを打ってきた、枠の左でした、これで琉球の樋口監督は武田、そして清水という攻撃のカードを2枚切りました。高橋大吾、さあスルーパス、うまく通る椿、自分で行くか、中佐藤亮、椿が入ってシュート、ゴールキーパー弾いた、荒垣中へ、シュートは椿打っていったが、左から右からというところでした。まあ、ここから背後取ってのスピードアップした仕掛け、これやっぱり魅力ですよね。仕掛けてる間に佐藤選手もこれ斜めのランニングがあるので、相手の目線を一つ動かしてるんですね、どちらが蹴るか。そうですね、武田蹴ってきた、決めた、武田 J 初ゴール、移籍をしてきてその最初のゲームでフリーキックを決めて同点に追いつきました。琉球壁が割れたのかなというシーンですね。はい、この間ですよね。そうですね、壁の間を抜けてますね。本職ではない右サイドバックでもしっかりとムサカが対応しています。金井から縦パス、阿部も縦横無尽、中へのボール、清水が入ってくる、清水ヘッド、勝ち越しゴール、清水のヘディング、琉球が後半も終盤に入って勝ち越しゴールを決めました。そう
ですね、ここ右サイド奥か、これも背後ですよね、はい、取ったとここんな角からなんですけど、しっかりと阿部選手が上げて中2枚いるんですけど、生駒選手の背後を的確につき、サイドバックが戻りきれてない、このギャップですね、ここしかないというところで仕事しましたね、はい、うん、このヘディングについてもちょっとこう外側に流れながらなんでかなり難しいんですけども、長野右武坂呼んでいた、ゴール前4人入っている、武坂中央長野シュート打ってきた、クロスバーの上、強烈なシュート、西村から中央長野縦パス、高橋大吾浮かせて平山俊、ゴールキーパー猪瀬キャッチ、長野から高橋大吾右足で上げた、後ろから福森シュート打った、味方に当たった、西村に当たって跳ね返ったボール、ここで試合終了のホイッスル、両チームの選手がグラウンドに倒れ込んでいます。